これ私に。キープっていうの、昔の言葉で結び目だよ。数を数えるのにも使うんだ。友達ができたら結び目をつける。じゃあ私はサムと会うたびに結び目を増やしていくわ。ビーチには大切なもの、自分につながりがあるものしか持ってこられない。大切なものだよ、僕が作った。ありがとうサム。食べる？どうしてここに？あなたのボスに頼まれたの。いや、どうやってここに入った？あなたに届け物があるの。ここから先必要なものよ。私たちフラジャイルエクスプレスの ID。 私の血とカイラル結晶が編み込まれてるある種の絆。この辺りのプレッパーズのセキュリティはパスできる。以前この辺りは私たちの独占配送エリアだった。でもヒックスにめちゃくちゃにされた。私も組織も信用もつながりも。それでヒックスに復讐を。君一人で？一人じゃないわ。あの洞窟、ポートノットシティ、そしてここ。私はどうやって来られたと思う？ BT が徘徊する荒野をボイドアウトの危険を犯さず、私はここにいる。私はここよ。君はビーチを通って。人にはそれぞれビーチがある。私は自分のビーチを通って空間を移動できる。ヒグスと違って BT を呼ぶことはできない。でもあいつを追える。ビーチまでもね。ただしビーチは人によって入り口が違う。通れるのは自分の意識の中のビーチだけ。多元宇宙論って聞いたことあるでしょ？大丈夫か？続けて何回も飛ぶのはきついの。血中のエネルギーを消費するから。エッジノットシティに行くんでしょ？テロリストの巣窟よ。あそこまで行けばヒッグスとの衝突は避けられない。いや、俺は運び屋だ。化け物やテロリスト退治は専門じゃない。私と組まない？私のこの力をあなたに貸す。生きる目的は違ってもつながることはできる。あなたを飛ばせる、私のビーチで。ただしカイラル濃度が高いところ、カイラル通信の稼働エリア内だけよ。その見返りは何だ？よく考えておいてほしい。これあなたの役に立つわ。必要になったら呼んで。これが繋いでくれる。また会いましょう。ファストトラベルできるようになった。フラジャイル。カイラル通信接続エリア内にある配送センターまたはセーフハウスのプライベートルームへ移動できます。え、ってことはこれ戻れるってこと？いきなり。え、キャピタルノット戻れんだ。
はあ、すげえな。でもなんか血中のエネルギー使うって言ってたから、まあ何度もやるわけにはいかないよね。だからいっぱい食べてんだね、クリプトビオシスを。さて、とりあえず用を足すか。毎度カメラワークが変わるぜ。あとまあ荷物多すぎなんで少し置いていきましょうね。プライベートボックスはここから。あ、なんか変なフィギュア増えてない今。あれ、ここでできないんだっけ。できないのか。じゃあ一回出るか。あとメール来てた今ね。ジョージバトンからいいねを送るよ。ほう、配送を再開するぞと頑張ってみた。でまた結局落とし物したのね、おっちょこちょいめ。特大の意味を送るよ。ありがとうございます。ビクトール・フランク、イゴールの兄ちゃんだな。カイラルプリンターも動き始めて、遠隔地にある物資までもが出力されるようにされることにみんな驚いて、そらそうだよね、魔法みたいだもんね。グラウンドゼロ、今そのレイクノットシティに来た時の船がグラウンドゼロっつう、いっちゃん最初のボイドアウト地点ってことなのかな。めっちゃ広いよね、クレーター。了解した。よし、じゃあ一回出るか。フィギュア見ようぜ。さっき倒したやつだよね、あれ多分。クリプトビ食べれるのこれ。浮いてる。奥のやつ。あれヒックスか？ヒック、うん、サムか？どっちだ？相対してるから、サムかな？と、これが、さっきのね、何なんだろうね。まあいいか、よし、じゃあ、行くでよ。また見るのか。サム、レイクノットシティの配送端末にアクセスしてくれ。了解です。状況を整理しよう。目的はまずレイクノットからサウスノットまでのカイラル通信を稼働させることだ。そのためにプレッパーズのシェルターを中継拠点として使う。それぞれのシェルターにはフラジャイルが根回しをしてくれているが、それも万全とは言えない。UCA 加盟を簡単に承諾するとは限らない。ただお互いに妥協点はあるはずだ。確実に荷物を届け、彼らの希望を叶えれば道は開ける。そうすれば加盟に同意してくれるだろう。早速だが取り掛かろう。依頼を確認してみてくれ。見てみましょう。エンジニアへ精密機械を配送。エボーデボーユニット。エルダーへ乗、この辺、エルダーとかそういうそのプレッパーズの名前なのかな？クラフトマン。エルダー、エンジニア。
ほー、全部やんないといかんのね。聞いてみよう。配送先はレイクノットの南にあるシェルターだ。届ける荷物はカイラル通信対応のエボデボユニットだ。進化発生生物学、つまりエボデボと呼ばれる生物学の考え方を応用したユニットだ。その装置とカイラルプリンターが連携すると断片しかない構造物から全体を出力できる。まだ試作段階でブリッジズでもテスト運用をしている状況だ。依頼人は通称エンジニア、プレッパーズの技術者だが、彼が実証実験に協力してくれることになった。エボデボユニットは精密機器だ。衝撃には弱い。改めて言うまでもないが壊れやすい。取り扱い注意だ。搬送には十分気をつけてくれ。エンジニアはシェルターで生まれ育った第二世代だ。リアルな人との交流はほとんどないようだが、メカニックには詳しいらしい。よし、じゃあそれを受けてどうしよう。一気にいっちゃっていいのかな。順番に行こうか。一個ずつ受けていこうね。荷物いっぱい持つのも大変だし。今回の依頼は特別なものだ。依頼の概要、詳細をよく見てくれ。詳細。壊れ物注意だって。受けます。なんだ？荷物 ID タグがついてはいるけど、中は空っぽの荷物ケースね。他人の荷物を欲しがるような相手を欺くのに使えるかもしれない。なるほど。エボデボユニット、はい、とりあえず背負います。一回出ますよ。出動。バイクとかないんだよね。だから頑張って行くしかないで、エボデボユニット、そこね。いろいろなんかあんね。発電機、バイク、どっかねえのかな。お疲れ様。とりあえず装備を整えよう。プライベートボックス、これいいよな。グレネード2個ありゃいいんじゃないか。血液袋も OK。 セラミックもいいでしょう。こんなもんか。建設ユニット、はしご。建設ユニット1個でいいな。じゃあ2個でいいな。これ1個でしょう。グレネード1個あんのか。こんなもんだろう。プライベートボックスで入れる。で、グレネード1個肩につける。こうかな。 OK、 これでいきましょう。あとはさっきのスモークっつうのセラミックがいるのかい。いらないね。特に増えてないからセラミックの使い道が分かんねえな。つかこれ血液袋って作れば中の血液入ってんのかね。そこ結構気になるよね。まあいいか。行ってみようか。整頓。行くぞ。また徒歩だね。頑張ろうぜ。行ってきます。頑張ってください。さて、その一帯はミュールの活動地域だ。そうなの。時にはミュールを避けて進むべきだろうな。彼らに捕まらないように。彼らはもともとこの世界を復興させるために身を挺して物資を届けた人たちだった。荷物を届けてもらった人々が感謝をしてくれたらそれで満足だった。だが彼らの崇高な理念は次の世代になるといつの間にか忘れ去られた。復興も感謝も彼らには関係なくなってしまったんだ。荷物大好き。あれは？あれがエンジニア。向きがよくわかんねえな。はい、そういう感じね。行きましょうか。どっか
ロックのかかっていない車はないものか。かかってんな、ロック。ここは通れないのか。通れないわ。行ってきます。樹脂、車全部ダメ。ロック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 。行ってらっしゃい。これ何なんだろうね。ダメだね。正面から出ていきますか。行ってきます。武器のロックを解除します。あれね、エンジニア。いやー、また岩山というか、ケルンなんだ。サムや他のプレイヤーがゆったり休息した場所にはケルン積石のホログラムが現れます。へえ、そんなのがあるんだね。みんなが休む場所があるんだ。道ができてる。それ何？なんか誰かが立てようとしてる何か。これなんだい？国道復旧装置。What？国道。そこには都市をつなぐ国道が通っていた。第一次遠征隊が舗装用の装置を設置したが、復旧させるにはさらに素材が必要だ。国道とな。建設物の完成に必要な材料がカイラル結晶150、金属800のセラミ。ここでセラミック使うのか。耐久度36万。国道の復旧通電機能バージョン1とか書いてあるね。納品、いやー2でもなーも持っとらんわ。これだけ入れてもダメでしょ。通電だけ、まず通電だけ150と800と800600か入れると、まあまあこれ今数全然ないんでね、できるようになったらまた来るよ。あそこね、それポストか。あ、それか。なんか久々歩き。あそこにあれが立ってんね。なんだっけ、監視塔、監視オンライン簡易観測塔ですね。あ、建設物の強化に必要な素材ってのが書いてある。それを入れるとバージョンが上がるのか。遠くまで見れるようになるのかな。そうするとそういう感じのやつかな。ポスト、なんかあれか、シェアボックスになんか入ってる可能性が。受け取る。あ、いろいろ入ってんね。金属、セラミ、あー、これありがてえわ。これを使って国道を直せと。そういうことだね。まあそのうちやるわ。ありがたく使わせていただこう。行きます。うミュールの、やべやべ、お前はどこだって言われた。ミュー、あ、でもはい、出てないね。これ観測塔使うといいかもしんないね。結構遠くない、あれ。なんかすごい索敵されてる感、このピピピピ言ってんのが。まずあれでミュールの地点を調べよう。走るぞ。あ、来てる？あんなところにはしごがある。向こうは？まあでも誰かいるってことだよね。エンジニアとなんだっけ？名前忘れちゃった。プレッパーズの。
遠いな。よし行こう。エンジニアの場所へ。大丈夫だ、パーリーでなんとかなる。パーリーでバレたね。バレたね。あ、俺の持ってる荷物がこうやってバレるんだ。ビジョンが残ってる。来た来た来た。かかってきやがれ。4人ぐらいいるね。ついや、いただき。音楽がめっちゃ緊張感ある。てぃや、また来たね。てぃ、なんか投げられた、投げられたね。ういや、まだいる？いた。ういや、俺はポーターだって言っておきながら普通に格闘戦強いよね、サム。へい、うわっ、なあこの野郎。くらえくらえ、蹴りだ。もう一発、もう一発、蹴りだ。よしよしよし、やられたね。ミュールブーツ、いやいや、これもらおうかな。乗り物はこっち来ちゃうとやっぱないんだね。ずっとミュールのさ、基地に行ったら乗り物があったりしねえのかな。いただき、乗せ替えるか。80キロ、まあまだいける。行こうかな。あれ、なんだこれ。あ、国道って国道か。ずいぶんボロボロだね。あれね。うっ、ちち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 。なんか深くね、それ渡れないとか、もしかして。なんだ。大丈夫？急に忍耐ゲージ出てきたけど。あ、車だ。これか、背の高い草。かき分けてます。やっぱ川は流れてんだね。お、ミュールのやつじゃない？あれ、ミュールポスト、国道復旧装置ポスト。あー、いや、いっか。とりあえず行くか。あっちがミュール目指してんな、あそこ。プレッパーズはミュールに襲われないのか。まあそうか、配達物じゃねえから襲われねえのか。配達物を届け終わるとそれはただの物になっちゃうから、ミュールの対象外になるのかな。ダンプとかあるね。
今のやつってさ、なんか電気で動いてるっぽいけど、この頃のやつはやっぱガソリンカーなのかな。行きますか。金属あっちね。結構こう見るとやっぱ遠いね、相変わらず。行こうか。最悪ポストを置いて納品しちゃえばいいか。でこれがミュールの範囲外だ。レイクノットシティ、ん？レイクノットシティってなんか出てたけど、なんだ？あ、落とし物の表示か、あれは。あれか、何？錠剤だって。バファリンかな。あれって取ると瞬間的に回復なのかな。いまいちわかんないよね、これ。川底草は靴の一時的な代用品として使えます。履きたいときはウェットアールだって。上？あ、そうなんだ。実は持ってんのこれ。よし、2個持ってる。履き替えるだって。あ、ここで履き替えられたんだ。すいません、今更ですけど、帽子とかもいけんのね。俺毎回わざわざプライベートルームでやってたけど。あ、そうだったのね。上でやれました。左が、あれ、これできるんだ。左で、ああ、まあこれ自動だよね、4つのやつはね。と水筒とクリプトビス999まで持てる。見つけたら拾っとこう。つかここ全然いないね、クリプト病室。つなげればあれかな、キノコ生えてきてやれるようになるかな。まあ、いけ、うん、はしご、あったはしご、ありがてえ。めっちゃ連打するわ、久々の16連打。16連打、よし、超えた。ありがとう。よし、今日はいい日だ。来た、バツ。あ、なんかメカメカしい感じのアジトがあるね。落とし物もいっぱい落ちてる。でもクリプト病室がいねえ。エンジニアですね。帰りに拾ってか、それ。来たぞ。安全なのこれ、テロとか大丈夫？これがセンサーか。来ましたよ。スキャンを開始します。ブリッジズ ID を確認します。フラジャイルエクスプレスの ID を確認しました。武器所持を確認。施設内では武器を強制ロックします。依頼された方お疲れ様です。来ました。これは端末機能っつうの大体同じなのかな。それ、エボデボユニット、おお、大体同じだ。統一規格だね。荷物を納品します。ありがとう。君がサム・ブリッジズだね。聞いてるよ。たった一人でこの大陸をつないでいるんだろう。荷物も運んでくれた、ありがとう。フラジャイルエクスプレスが機能しなくなって困っていたんだ。荷物を確認するよ。うん、すごい、大事に運んでくれたんだ。実験の結果は報告させてもらうよ。ありがとう。これでキューピッドつなげてくれんのかな。
そういう設備あんのかっていう話だけど。お、星1、星2、二止まり。言っておきたいことがあるんだ。なんだい？クラジャイルのことだ。テロリストの片棒を担いだとか、無責任な噂を聞くこともある。でもそんなはずはないよ。彼女たちはいつも体を張って荷物を届けてくれた。彼女こそが英雄だよ。私はこのシェルターで生まれた。だから今でもこの狭い世界しか知らないんだ。外の世界もアメリカのことも想像するしかなかった。キューピッドがこことアメリカをつないでくれる。そうだろ？楽しみだ。 UCA に加盟するよ。通信をつないでくれ。話の分かる人だったね。やっぱほんとちょっとしか繋がんねえな。ちっちゃい。エンジニアが加盟しました。日本の方っぽい感じだね。なんだ？エンジニア以下のデータを提供し、おーっと、これはもしや強化外骨格的なやつ。パワースケルトン、ゴールド。スモークグレネード、対人なのかなこれ。ミュールに使える？ほう、エボデボユニットとは、プレッパーズエンジニアの過去、カイラル通信とは。増えた。オッケー、了解した。お、なんか画面が綺麗になるね。 3D プリンターもカイラルプリンターになる。それにだ、このエボデボ装置を組み合わせれば過去の物体の再現もできるようになる。失われたアメリカも蘇るかもしれない。それに各都市の情報やミュールやテロリストの動向も把握できると聞いている。そうだ、君はアメリカを届けてくれたんだ。ありがとうサム、またお願いするよ。そうだ、もしよかったらこれを使ってみてくれないか。私が開発したアシストユニットだ。シミュレーションでは完璧に動作している。実地でのテストも兼ねて使ってほしいんだ。君がアメリカをつなげていくために使ってくれ。もしやそのスケルトンをくれた。足に装備することで運動を補助強化してくれるアクティブスケルトンの一つね。そのタイプは関節部を強化した重量特化型みたい。アクティブスケルトンは装備するだけでも効果があるけど、ブースト中はその性能を最大限に発揮する。どう？早速装備して試してみたら。これがブースト中はバッテリーが消費。あと腰につける。装備中は腰への荷物固定負荷って書いてある。アクティブスケルトン、バッテリーがあれば重いものを持った時の負荷を軽減し、最大積載量が大幅に増加する。 R3 かな、 L3 か、ちょっとちっちゃくて見えるけど、 L3 でブーストすると非装備時では不可能だった重量でもダッシュが可能。了解した。これは嬉しいね。装備、荷物を外して装備する。 OK で、下に落としちゃったやつ、これ背負うか。もう背負うでいいよね。お、250キロだって、倍になるわ。あとは最適化してできねえや。まあいいかな。パワースケルトンとブーツ、このブーツもそのうちすごいブーツ出てくるのかな。決定。ありがとう、じゃあまた来てくれ。お疲れ様でした。いいね、スケルトン。新しい依頼があります。受注する際は配送端末にアクセスしてください。ここの依頼？この奥って行けねえのかな？行けねえんだろうな。
その奥にいるんでしょ今の人、エンジニア。指名なし。なんだって、車両点検用の特注工具を届けろ。あ、一回帰ろうと思ってたから受けるわ。 OK、 じゃあ荷物を、ゴールドがあるんだよね、作ってく？足りるよね、ゴールドに変えてきます。 OK、 特殊工具は背負う。これは装備して、さっきのやつ、ゴールドじゃない方はこれか、これはプライベートボックスへ。オッケー、行きます。いいね、金色だよ。依頼が受注されました。メタルギア4の月光の足みたいだよね。月光だっけあれ、二足歩行の。よし、一つカイラル通信がつながった。残り2箇所、残り2箇所。助かった。おう、出てきてくれた。ちょっとスタミナがいただき